UX アナの部屋よっ。こんにちは。こんにちは。始まりました。なんかホワイトボードで記号がずらっと並んでるんですけど、いいですね。はい、なんかこの部屋も甘い香りしますね。甘い香りしますね。そうなんです、はい、今回の企画は非常に幸せな企画でございます。やったー。はい、題して出身地のいちごプレゼン&食べ比べしてみたよ。なるほど、そんな感じでございます。我々代表ということですね。じゃあ背負ってますもんね、はい、完全に。私が静岡県出身、はい、富山さんは栃木県出身です。そして岡さんは新潟県出身、はい、です。ということで、はい、この3県のいちごをですね、ちょっとまあ、お互いプレゼンしてもらいつつ、紹介してもらいつつ、食べ比べしてみようという企画になっております。はい、プレゼン、プレゼン、まあ、ちょっとこう、ここいいんだぞっていうのを、いちおしをちょっとね、紹介してもらうと。大丈夫かな。背負ってますね。いちご姫代表で、私大丈夫ですか。大丈夫なんじゃないですか。すごい心配ですけど。大丈夫と思いますよ。伝えられるようにね。はい、頑張っていきましょう。まずは、私から言っても大丈夫でしょうか。どうぞ。はい、静岡県のまず秋姫を紹介したいと思います。あの静岡って結構こういちごの産地としても有名なんですよ、ね。温暖な気候っていうこともあって、他にも紅ホッピングとか、まあ、いろんな種類のいちごがあるんですけど、まあ、静岡県の中でもやっぱ一番有名なのがこの秋姫かなと思うんです。はい、これで秋姫って呼んでます。私も初めて聞きました。あ、本当ですか。はい、まあ、実はね、そんなにでも知名度もまだまだなのかなっていうところではあるんですけど、ただ何と言ってもとにかく食べやすいんですよ。食べやすい、食べやすい、はい、甘みも程よくて、あと酸味がかなり少なめ。あ、まあ、であと、まあ、特徴といえばこう柔らかいのかな、果肉がちょっと柔らかい、はい、それが特徴で、あとはこう細長い形がすごく綺麗な上品な形でした。シュッとしてるよね、明らかに。あ、そうですね、比べるとスマート。そうなんです、すごくもういちごらしい形というか綺麗な形をしてるんですよね。静岡も結構いちご有名なんですね。あ、そうなんです。結構いちご狩りスポットもかなりたくさんあって、特に私浜松出身ですけど、浜松もかなり多いです、静岡の中でも。いちごの栽培が盛んなんだ。栽培も盛んで、いちご狩りのスポットもたくさんあってっていう地域なんです。知らなかったです。覚えてください。ということで、今回ですね、その秋姫と、まあ、後ほど紹介するとちおとめを、あの、私調達してきたんですけど、はい、行った場所が白根グレープガーデンさん。あ、お世話になってます。はい、ありがとうございます。行ってきまして、あの、そしたら、あ、もうぜひぜひそういう形で紹介していただけるなら、あの、どうぞどうぞ、ご紹介くださったんです。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。頭がかかない。本当にありがとうございます。すごくね、あの、それこそフルーツ狩りとしてもいいスポットなので、ぜひ皆さん行ってみてください。責任重大ですね。そうですね、本当に。はい、ということで、じゃあまずその秋姫を食べていただきたいと思います。レッツゴー。一個聞きたいんだけど、はい、秋姫の秋はこれ何なの、ね、作った人の名前。あきらさん。あ、でもなんかそんな感じなこと書いてあったな。最初に作った人の名前に秋って書いてあったんだ。あ、そうなの。確か。でもちょっとすっごいクリスラインシュッとしてる人だったりするのかな。どうなんですかね、形で作った人、作った人が、ね、うん、定かじゃないから、あの、あんまり明確なこと言えないんですけど。ということで、皆さんの机に秋姫ご用意いたしました。はい、長いね。長いですね。ですよね、やっぱり細長い。綺麗ですよね。綺麗、うん、艶があって、うん、こう表面がしっかりしてる感じするよね。あ、強いですね。そうですね、うん、美味しそう。じゃあ早速いただいちゃいましょう。はい、みんなどうやって食べるんですか。あ、出た。今言いようとしたね。え、岡さんどうやって食べます。私はいつもはヘタを包丁で切って全部切ってから食べる派。あ、すごい丁寧な処理の仕方。はい、富山さんは。岡さんと一緒で包丁で切るか、1個とかだったらもうブリッてやってヘタ全部取ってから食べてます。あ、こっちから食べる。こっちからヘタ取って、あ、なるほど。僕はヘタ取って後ろから食べています。あ、あれだよね、後ろの方が甘みが少ないんだよね。そうそうそう、徐々にこう甘みを増していく食べ方ってことだよね。そうなんです。最後が幸せになれる食べ方ですよね。そうなんですよね。あ、まあ、じゃあおのおのでいきますか。今回は甘いところからいこうかな。じゃあ僕はいつもの通り後ろからいこうかな、はい、いただきます。美味しい。美味しいね。美味しい。美味しい。酸味より甘みですね。うん。でも甘みにも
こうすっきりとした甘みというか、うんうん、すごくジューシーだね、すごい確かに、うん、そうですね、うん、水分量が多い気がする、うんうん、見た目以上になんか勉強になりますねそうだね、二人が言わないことを言おうと思っていやさすがですね、先輩はすごいな甘すぎないし、うん、酸味もちょうどいいから、うん、もう何個でもいけちゃうようなね、あ、いちごかもしれない、このいちご割りであったら多分もうバクバクいっちゃいますね、すっごいさっぱりしてる、うんうん、パクパクいける、わかりました、もうなくなっちゃう、もう一個欲しくなるそこにある見えてますね、そうなんです、あそこにあるんです実は美味しかった、美味しい、はい、そうでした、これが静岡の秋姫でございました、初めて食べました、あーよかった、秋姫を知ってもらえるの嬉しい、すごい水分量、そうだよね美味しい美味しい、確かに、ぜひ皆さんこの秋姫覚えてください、覚えて帰ってください、新潟のスーパーにもあるかな、あーどうなんだろう、でもあの白根グレープカーデンにはあります、ね、白根グレープカーデンにはありますから目にしたらぜひ手に取っていただいてぜひ手に取ってください、静岡の味も、はい、あの新潟でも楽しめるので食べてみてください、はい、以上静岡編でした。